My head. And then pull the trigger. Come on. There's no way, I can't. Your attention, please. Today's train schedule will be modified due to a rail switching malfunction. We apologize for any inconvenience. The next stop is Iwatodai. Iwatodai. This is the final train bound for Tatsumi Port Island. Please board before the scheduled departure time.
ようこそ。遅かったね。長い間君を待っ。この先へ進むならここに署名を。怖がらなくていいよ。ここからは自分の決めたことに。確かに時は誰にでも結末を運んでくるよ。たとえ耳と目を塞いでいてもね。さあ、この時間にどうして。まさか。待て。明かりが。到着が遅れたようだね。私は霧城満。この寮に住んでいる。誰ですか。彼は転入生だ。ここへの入寮が急に決まってね。いずれ男子寮への割り当てが正式にされる。いいんですか。さあな。彼女は竹葉ゆかり。この春から2年生だから。君、竹葉です。なんていうか趣味って。いや、趣味なわけないや。世の中物騒だからな。もちろん玉が出。今日はもう遅い。部屋は荷物も届いているはずだ。あ、じゃあ、この部屋だ。一番奥だから覚えやすいでしょ。署名？何のこと？駅からここまで来る間。ならいいんだ。さ、いろいろとわからないことあると思うけど。おやすみなさい。眠れた？ね、先輩に案内しろ。もう出ら。よかった。通学にはこれ使うの。モノレール。珍しいでしょ？特にここ。海の上進むみたいな感じで好きなんだ。学校があるのは終点の辰巳ポートアイランドって駅ね。聞いたことない？
タツミポートアイランド。人工島の真ん中にうちの学校があるの。ほら、見えてきた。ここが月光館学園の高等部。よろしくね。ここからは一人で大…まず先生に。職員室はこの先を左に入って…以上、ナビでした。え、ああ、まだクラスは…あ、昨日の夜、その…じゃあね。で間違え、ご両親は10、あ、ごめん、バタバタしてて詳しく読んで、私は国語科。下の名前なんて呼ぶことないでしょ、変なこと。クラス分けも見た？君、でもこの後すぐ始業式だから先に答えねするわ。そっか、分筆品品しかるのちくん。これね、あのさ、今朝竹葉さん見てたぜ。仲良し、君ってさ、つうか竹葉さんって彼氏一緒に行こう。てか、おいや、なんか鳥海先生のクラスのあた…たく、静かにしてよ、怒られない。よっ、天気なんだよ。俺は伊織純平。実は俺も中2の時、転校生っていろいろと、俺が最初に声かけなきゃってな。お、ゆかりっち、また同じクラスになれちゃうと。まったく相変わらずだね。ちょっとは相手の迷惑とか。なんかぐっ。てか、実際聞きたいことは。詳しく聞かせてくれよ。ちょっと、彼とはたまたま寮が一緒ってだけ。何でもそういう話。てか、そもそも噂になる。あのこととか言ってね。昨日の夜の。昨日の夜。ちょ、なんかこ、と、彼とは昨日会ったばっかで。ま、じゃあ私、弓道部の用事。別に噂なんてとってちょいちょ。でもすげえじゃん。あいつあれで結構人気あんだぜ。
まあ、もう帰んだろ。よっ。新規入部ってことになるからつか寮ならもういいよな寮生活。んじゃ俺おかえり。だ。ちょっと出てくる。ん？気づいてるか？あ、それまで普通だったものがある日を最近記事ではストレッそう、出なきゃ面白くない。相変わらずだな。なに、心配。
その通り。助かったぜ。なるほど、彼か。いや、こんばん。私は育月修二。君らの学園の理事長。育月。言いにくいだろう。おかげで自己紹介はどうも苦手だい。ま、部屋割りが間に合わなくて、正式な割り当てが決まるまでまだ少しか。さっ、多分疲れてた。他に、この寮のここに入れて、あと3年生の男子でさなっ一つなく、他よろしい。じゃあ私は、転入したてはいろいろと疲れるだろう。体なんてグーグー、昔漫画にあったろ。何理事長も言ってたけど、早く休んで。転校って慣れ、おやすみな。あつか、どうだい？先ほど就寝しました。理事長。ま、とり、もうすぐ。いいじゃん、行こうぜ。外とか、まだちっと寂しさ、な。え？どうする？メミ、全然行きたいのは行きたいけど、何気に親とかさ。関係ねえじゃん、メールしときゃバレねって。まあ、行っちゃおっか。大マジだって、超ビビった俺。作ってない？芸能プレゼンツ、来週もまた。この番組は人に永遠零時です。毎晩0時になるたび訪れるこの掛け時間は、普通の人間は棺のような姿に象徴化して、こ、じゃ、見ての通り、彼に象徴、眠ってはいるけど、彼は今、あとは適性があるかどうかだ。っていうか、あるんだろうね。なければ、え、とにかく、もう、はい。隠れてこんなことして、我がベル、私の名はイゴール。お、こちらはエリザベス。同じく、こ、エリザベスでございます。ここは夢と何かの形。
今からあなたはこのベルベット、あなたは力を磨く、あなたが契約に従いご自身、これま、今だろ。そりゃお前、ああそうか、じゃ案内してやるか。学校のやつらカラオケとかゲーセンとかと割れて、変わり映えしねえけど、とりあえず絶対取ってやる。もう一回。おかえり。そうそう。そうです。If you wanna go ahead, we can do whatever. I'm chilling on my bed. I'm in my biz, so mind your biz. We go flow with the set. Hey, 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 feeling the fire with the burning desire. Every day we aspire, but never expires.少々疲れているようです。着替えもですが、そのたとえ影時間への適性があっても記憶が消え、今までの誰とも違う実に。でもなんかこれじゃモルモットみたい。そう言ってくれるな。同学年の仲間、我々にはどうしても。それこっち、秋彦か。すごいやつを見つけた。これまで見たことも。ただあいにく終わり、もうすぐそっちに着くから。それやつらが。リリ、今日の監視はひとまずここまで。秋彦。
だ。それよりすごいの面白が。真田君、やっ。はい。あっ、何この揺れ。ちょっ、理事長は作戦室竹葉、君は肉。秋彦、連れてきたのはお前だ。奴らの方が勝手についてきたんだ。何してる。悪いけど説明、とにかく待って。念のため。襲ってきた化け物、シャドウ。待て。
あのシャドウ。お目にかかりましたな。あなたは力を覚醒。ほう、覚醒した力はオルフェウスです。それはペルソナという力。ペルソナとは様々な困難に立ち向かっていく。ペルソナ能力とは心を御する他者と関わり、絆を育むコミュニティの力。よく、あなたのいこれ以上に今度お目にかかると。ごき、心配ないって。あ、ごめんね。でも驚いた。あの力はペルソナって呼ば、それにあなたが倒した。大丈夫、後で。いきなりで。私もね、あなたと一緒なんだ。私のお父さん、お母さんとも距離が空いてて、あなたも一人なんでしょ。実は私だけ知ってるのも嫌だし。昔この辺りで お父さん死んだの、そのせいらしいけど、詳しい事。お父さんが勤めてたの霧城だから、ここにいれば。学園に入ったのもこのま、もっとも怖くてあのありさまだったけど、ごめんね。私が頼りな。でもごめんね。それに起きた早々、待ってる。今までいろいろ隠してたし、まずは自分のこと話さなきゃ。でも聞いてくれてありがとう。じゃ、目を覚ま、目が覚めたらすぐ退院できるって言っちゃうね。